菅原の道真公でございますね。妖怪っていうかね、まあ神様っていうか怨霊なんですけど、非常に優秀な頭脳、それから才能を持った人だったんですね。才能と、まあ、努力によってこういった高い地位まで上り詰めたっていう、まあ、エリートだったってことですね。しかしですね、もう菅原道真さんの人生そううまく転ばなかったんです。藤原時平っていう人がいたんですけど、この人の謀略によってですね、なんと道真は右大臣っていうトップのポジションをいきなり失って、それで失脚して、さらに太宰府に左遷されてしまう。自分の住んでた愛着のある京都に思いを馳せながら、道真さんは左遷先の太宰府で失意のうちに亡くなってしまうと。でいよいよここからなんですけど、菅原道真を左遷してですね、政治的に勝利したかのように思われてた、まあ、醍醐天皇と藤原時平さんと、まあ、周りの貴族たちなんですが、この人たちにですね、なんと不遇の死を遂げた菅原道真公が怨霊となって襲いかかるんですね。でどういうことが起こったかっていうと、まずは道真の死んだ後から3年後なんですけど、道真のですね失脚に関わったうちの一人で藤原の定国っていう人がいたんですね。でこの藤原の定国っていう人が41歳っていう若さで亡くなってしまうんです、突然。その2年後にはこれまた失脚に関わったうちの一人なんですけど、藤原の菅根っていう人がいて、その人が53歳で亡くなってしまう。藤原の菅根が亡くなった翌年には道真を左遷した中心人物である左大臣の藤原の時平がですね、39歳っていう若さで亡くなってしまうんですね。さらにこの後もまた失脚に関わっていた道真のですね後に右大臣のポストに就いた源光っていう人がいるんですけど、この源光っていう人も亡くなってしまうんですよ。さらにこの辺りの前後の時代にはですね、干ばつ、日照りですねが起こって農作物もよく育たない。で疫病が流行して、日食とか水星っていう天変地が起こって、これ日食とか水星っていうのは、まあ今でこそ科学的にいろいろ分かってますから別にまあ大したことないじゃないですか、まあ、見れてちょっと嬉しいぐらいの感じですけど、当時はまだそんなのも分かってないですから、どちらかというとその日食とか水星が現れると不吉なことが起こるっていう、その前触れとして恐れられていたんですよ。こういった度重なる天変地異だとか要人の死を受けてですね、醍醐天皇はこれ道真のたたりなんじゃないかっていうことで恐れたわけですね。で太宰府に人を派遣して道真のお墓の上に神社を建設してですね、でこのお墓の上に建てられた神社っていうのが安楽寺天満宮といってですね、まあ現在の太宰府天満宮の元になったって言われてる神社ですね。で、まあ、神社を建てたわけなんですけど、道真公の怨霊はですね、その猛威をさらに振るい続けるわけですね。醍醐天皇が安楽寺天満宮の建設を始めたその4年後なんですけど、醍醐天皇の息子に、安明親王っていうですね息子がいたんですね。皇太子なんですけど、この皇太子がなんと21歳っていう若さで亡くなってしまう。これを受けて、まあ、醍醐天皇は道真を死んだ後なんですけど、当時のその右大臣っていう左遷される前のポストに身分を戻してあげるわけですよ、まあ、これは左遷して悪かったよ、当時の身分に戻してあげるからどうかたたらないでっていうようなことなんですけど、でその後醍醐天皇は今度は自分の孫なんですけど、義織王という人をですね次の皇太子にするんですね。でまあ、3歳でその
皇太子にしたという、まあ、非常に若い年齢で次の天皇候補になるんですけれども、2年後その義織をですね病気で亡くなってしまうんです。うわー、やばいですね。そうなんですよ。極めつけなんですけど、この義織王が醍醐天皇の孫がね死んでから5年経ったある日、天皇の屋敷である清涼殿っていうところに雷が落ちるんですよ。この落雷事件によって、数人が命を落とすんですけど、その中にはね、これまた道真の左遷に関与したって言われている人物で、藤原の清綱っていう人もいたんですね。で、この事件が決定打になったのか、醍醐天皇は病気がちになってしまって、落雷事件のおよそ2ヶ月後に亡くなってしまう。これ全部道真のたたりなんですか？どうなんすかね。まあ実際のところはわからないんですけど、まあ干ばつとか洪水とか、まあ、それに伴って疫病も流行して、それでまあさらにね道真の左遷に関わった人がこうやって次々と、まあ、病気とか事故で亡くなっていけば、左遷の事情を知ってる人からすればね、やっぱりちょっと後ろめたいところとか心当たりがあるんで、もしかしたらこれ道真の恨みとかたたりなんじゃないかなって、まあ勘ぐっても仕方がないかなとは思うんですね。で、まあこの清涼殿の落雷事件から17年後の947年にですね、京都市の上京区に神殿が建てられて、そこに道真さんお祭りされるわけですね。これが現在の北野天満宮っていう神社なんですけど、昔からこの北野の地にはですね、この雷鎚の神っていう、まあ、雷の神様、雷神様が祀られていてですね、で、まあ、一説にはさっき話した清涼殿の落雷事件、これが道真さんのせいだってされたことで、雷様と道真様が結びついて、それでこの雷様が祀られていた北野の地に道真がお祭りされることになったのではないかっていうような言われ方もありますね。なるほどね。また面白いのがですね、扶桑列記っていう平安時代後期の歴史書があるんですけど、その歴史書の中には時平が死んだ時の様子が書かれてて、病気になった時平はですね、道真の怨霊を恐れて、でお坊さんにお祈りしてくれと、でお祈りで病気を治してくれと、これは怨霊の仕事だってことで頼むそうなんですけど、でお坊さんが来てお経を読んでたところ、この時平の耳からですね青い竜が出てくるっていうですね。でこの青い竜っていうのは絵巻なんかでは蛇みたいな書かれ方されてるんですけど、この出てきた蛇が道真の声でですねお坊さんを一喝したそうなんですね。やめろと。このお坊さんがその言葉に従ってお祈りをやめて、その部屋から出て行ったら時平がお坊さんが出ていた途端に死んでしまったっていうようなエピソードが書かれたりします。これ竜とか蛇っていうのはこれまた雷様の化身ってされてるんですね、古くから。なのでこの菅原道真が雷様っていう認識があったからですね、まあこういう耳から蛇が出てくるっていう、そこにつながってエピソードが書かれたのかもしれないですね。まあ、というわけで菅原道真が雷神様と結びつけられて、でこの雷神様は木の雷の天つかみ、まあ天の神様ですね、天つかみっていうのは、で天神様って呼ばれるので、これで道真さんのこと天神様って今でも言ったりすると思うんですけど、この言葉って道真が天神様って呼ばれるようになったんでしょうね。度重なるね天災だとか、まあ、災害だとかね、疫病とかそういうものを恨みを持って死んだ人の怨霊の仕業としてですね、その怨霊を恐れながら崇め奉って神様にすることによってそのたたりから逃れようっていう、これが御霊信仰っていう信仰なんですけど、道真さんももともとは怨霊として恐られていたから、その怒りを鎮めるために神様としてお祭りされた、そういう側面があったでしょうね。時代とともにその怨霊的な側面っていうのがどんどん薄れていてですね、道真公がもともと兼ね備えていた学問の才能だったりとか
詩を書く才能だったりとかがピックアップされて、それで一般にはその学問の神様っていう風に信仰されていったっていう経緯があるんですよね。深いですね。いやそうなんですよ。道真公がもともと自分から怨霊になろうとしたっていうのは、まあそれは分かんないんですけど、僕はどっちかというと怨霊っていうのはですね、その人自身がなろうと思ってなるっていうか、その周りがね、まあ要は原因を作った側が後ろめたさだとか恐怖だとか心の闇がね怨霊を生み出すんじゃないか。でまあその事情を知っている周りの人たちとかも道真さんかわいそうだっていうことで、そういうものから怨霊が生まれていくんじゃないかなって思うんですよね。その怨霊の力の強さって当事者の人たちのね、どんだけその恐れているかっていう思いの強さだったりとか、周りの人がどれぐらいそれを信じて噂していくかっていうね、その数だったりとか、そういうもので怨霊の力がどんどん強くなっていくんじゃないかなって、そういう気はしますね。そういう意味では道真公の場合はもともとはその家柄がそんなに高くなかったんですけど、本人の才能のおかげでね、どん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 出世してトップまで上り詰めていった人じゃないですか。そのおかげでね、周りの嫉妬とか反感も買ってしまって左遷されてしまって、でまあそういうこのドラマティックな人生が結構人々の心を広く掴んで、だからそのここまで広く知れ渡って強力な怨霊として恐られたんじゃないかな、ちょっとそういう風に思ったりしますね。はい、というわけで今回は菅原道真公とですね、その怨霊について話してきたわけですけれども、どうでしたかね、パジさん。受験生は行くべきですか？行くべきです。じゃあ体調気をつけて頑張ってください。バイバーイ。